はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はこれもよくいただく質問、お問い合わせでよくいただく質問なんですが、私はどこどこに住んでいますが、コンサル受けられますかということについて話させていただきたいと思います。この質問くださる方って、私東京都調布市に住んでますっていろんな動画で話しているので、だいたい東京関東以外にお住まいの方なんですね。例えば大阪に住んでるんですがとか、神戸に住んでるんですがとか、名古屋に住んでるんですがとか、福岡に住んでるんですがとか、そういった方ってやはりコンサルティングがどういうふうに進んでいくのかよくわかりづらいこともあって、こういった質問をしてくださっていると思いますので、今回はそれについて話させていただきたいと思います。先に答えから申し上げますと、どこに住んでいてもコンサルティングって受けることができるんですね。実際 US、 要するにアメリカご在住の私の生徒さんもいたぐらいですし、現在も福岡だとか大阪だとか名古屋だとか、いろいろなところに住んでいる方っていうのがいらっしゃいます。でもコンサルティングには基本的に全く支障がないっていうことが言えます。なぜかっていうことについて、この後具体的に話させていただきます。まずこちらご覧いただきいただきたいんですが、会員サイトって書きました。要するに実際のコンサルティングって、どういう流れで進んでいくのかっていうの専用の動画サイトがあるんですよ。YouTube のこの公開動画ではなくって、生徒さん専用の動画をしっかりと整列させた、整頓してしっかりと配置させた専用の会員サイトっていうのがありますから、それを使って動画カリクラムをご覧いただくっていうことがコンサルの一つの内容になります。で、あと二つ目っていうのはチャットワークによるサポートってものなんですが、チャットワーク、古い言い方すれば掲示板みたいなものなんですが、私とその生徒さんだけの、二人だけのチャットワーク、これがコンサルティングのメインのプランになります。要するにこのチャットワークで、例えば個別商品単位でこういうところがわかんないだとか、この商品なんかこういうとこ気になるんですけどどうですかみたいなご質問をいただいたら、随時質疑応答、6ヶ月間のサポート期間内で随時、別に1日何回までだとか1日1回だけとか、そういう制限は全くないので、このチャットワークでのやり取りを通じて商品をどんどん精査していくっていうのが流れになります。それがメインの流れですね。また作業の内容によっては、やっぱり文面だけのやり取りだとなんかうまくお互い伝えづらいってパターンよくあると思うんですね。それを補うために、要所要所でスカイプの画面共有を行って、実際にその生徒さんのパソコン画面をこちらで拝見しながら作業を一緒に進めていくっていうことを行います。じゃあこの要所要所って何かっていうと、基本的にはアメリカアマゾンのセラーアカウントを開設するときと、初回の出品登録のときですね、この2回っていうのはその作業が完了するまでずっと一緒にスカイプで画面共有しながら進めていくと。ただそんな2時間も3時間もかかる作業ではないんですね。むしろスカイプでやるからこそ30分ぐらいで終わる作業なんですけど、これを文面のやり取りでやっていくと、リアルタイムでその画面を見ることができないので、ものすごく効率が悪くなってしまいますから、そういうタイミングだとスカイプの画面共有を行います。ここまでパソコン1台あればどこにお住まいでもコンサルティングできますっていういいこと尽くしのことを話したんですが、良いことっていうのは必ずデメリットが存在します。脆弱性っていうのが存在します。このコンサルティング、私のコンサルティングのスタイルの脆弱性っていうのは、講師と生徒さんの距離感っていうのはすごい近くって、随時やり取りができるしスカイプもつなげるって環境にあるんですが、生徒さんと生徒さんの関係性、横のつながりっていうのが持ちづらいっていうことなんですね。で、それを補填するというか、そのデメリットを解決するために2つのイベントっていうのを用意してます。1つ目は月1の勉強会で、もう1つが講習ツアー、あと最近はタイツアーっていうのもやり始めたんですが、この月1の勉強会、やっぱり生徒さん同士の横のつながりを持つことによって、あ、みんな同じことで悩んでたんだとか、そういったことがちょろっと話せるだけでも、本当に物販に対して、あ、自分だけが全然進んでないじゃなかろうかとか、そういった邪推と言いますかね、いろいろ誤解されてるところもふっと解決すると思うし、良い意味でそのだらけるっていうことじゃなくて、肩の荷が降りたような感覚になると思うんですね。できればね、一回でもいいので一度は参加をご検討いただければなっていうふうに思ってはいるんですよ。とはいえ、やっぱりなかなか参加できないっていう方って、講習でお会いしましょうっていう感覚が個人的にはあるんですね。勉強会に一回来るのであれば、良いタイミングで講習ツアーに参加していただければ、講習で生徒との横のつながりが持てる。やっぱ講習での生徒さん同士のつながりって、本当同じ釜の飯を食うって言葉がありますけど、まさに戦友みたいな感じになれるんですよね。だから勉強会、なかなかな、この勉強会の、数時間の勉強会のためだけに
東京来るのもなって思ってる方は、もうちょっとじゃあ物販とりあえずね一緒にやっていきましょうって形で進めていただいて、よしそろそろツアー行くかっていうタイミングでこっちで生徒さんとのこのつながりを持っていただければなっていうふうに思っています。というわけで今回はどこにお住まいの方であってもコンサルティングは何の支障もなく受けられるっていう話をさせていただきました。カリキュラムっていうのはあくまでも大枠であって、それよりもサポート内容とすればチャット枠でのやり取りがメインになって、でプラスアルファ売りって書きましたけれども、スカイプのやり取りを行うことによってチャットワークの脆弱性を補填する、さらにどこで住んでいてもどこに住んでいてもできますよっていうことの脆弱性として、横の交流がないっていうことをこの勉強会と講習ツアーで補填するっていう形でコンサルティングっていうのが確立しているわけなんですね。これを一つの基準と考えていただいて、いろんなネット物販だとか、あとはネットビジネスの塾とかコンサルティング、あとはスクールって呼ばれるものはたくさんありますから、ぜひ、見比べてと言いますか、ぜひね、注意深くチェックしていただきたいと思うんですね。その手法だけに着目するあまり、実際、生徒になった後、どういうサポートを受けられるのかっていうところまで質問あんまりせずに入っちゃう人って結構多いと思うんですよ。だからそこら辺っていうのは十分注意していただければなと思います。少しでも参考になれば幸いです。また、もし参考になりましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録の方いただけると好人でございます。最後までご清聴ありがとうございました。では、失礼いたします。